シャス、長です。今回は SA を使ってチームデスマッチやっていこうと思います。明日ですね。ほんと明日ですよ。7フェス水木奈々ウィンターフェスタっていうね、そういうイベントが明日あるんですよ。もう奈々さん好きならみんな知ってると思いますけど、もうねそのねチケットがねなかなか取れなくてね、僕はもう日曜日だけなんとか取ってますけど、ちょっとあれですね、土曜日が取れなかったんでね、当日券並んできますよ。いやー、当日券のね、その当日券出ますよっていう発表がないもんでね、もうね、どうしたらいいんでしょうね僕は。おっと、あんな高いところに。まだねこのステージも僕そんだけそんななんかね、ここはここだみたいな、そういうなんかポジションみたいなのよくわかんないんでね、もうなんかがむしゃら走ってます。マップのね敵のオレンジ色のあれを頼りに。うっ、そこここにいたスナイパーが。おっと危ね、ああ危ない危ない、ちょっと怖いですね。味方がなんかズン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 進んでってくれてすごい楽ですねこれ。ちょっと僕もね味方に頼りっきりはいけないんで、なるべく戦力になれるように。ほっ、あんまいないのか。だけどいる、まだいるな。あー、くそー、ここでリロードしたのが間違いだった。うん、ほんとね、あれですよ、当日券が出ないってね、出ないっていうアナウンスがない限り僕はね当日券を目当てに明日行きますからね、有明コロシアムに。もし行く人がいたらまあよろしくお願いします。当日券があってほしいなー。おっと、ここ危ないんじゃない、ここ危ないんじゃないかな。来てるよね絶対、ほらほら来てる。そういや、もうこれとこれって、え、どうしたどうした、あるけど、あるけど分かるけど、どうしたね。当日券とかね買おうと思ってね、朝始発で行くんですよ。もうそれがね、まあ、この時期ですから寒くて寒くてね、ほんと、まあ、見ず知らずの人とね一緒にね喋りながらね、どこから来ましたかとかね、そんなこと言いながらまあ並ぶわけですけども、いやー、どうなるんだろうな。ほんとこの試合は勝ってるかな、なかなか味方が優秀なんでね勝てそうですけど、明日の僕のライブチケットは取れるかどうか全くわからないって、もう今不安で仕方ないですよ。うー、やばいやばい、どういうことで、なんで死んでんの、わけがわからない。今回のスタンって別になんか感動高かったらなんかブン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 振り回せばなんか決めれるような気がしてね、気がしてとか決めれる気がするんですよ、気がするだけ、気がする。お、何、え、こっちか。よし、登ってきそうかな、まあ、とりあえずこれ出して、なんか来そうですね、こっち。ほら、危ね、うーわー、ダメだった。こういう時ストーカーついてたらね、撃ちながらね、できたんですけどね。まあ、ここはおとなしく引けたかったかな。この2階にね、よく人いるんで、気をつけたいんですけどね。何をやってる？お、接戦になってる。おー、10点差ちょっとなんか、縮めてきましたね、相手。チームデスマッチの10点差って割と大きいんですけどね。うん、こっちかな。マジか。どう、うわー、くそ。いやー、あれやばいですね。あれやばいですね。なんかキルストの中で俺、僕の中では一番強いと思います。あー、やべ、バカしたなー。うわ、くそ。こっち来そうだな。右なんかいそうだな。
トリニティロケットって僕なんか使ったんですけど、あれ全然なんか3発撃つよりも一発に収束させてくれって感じですよね。あれ1、2、3が撃ってからの加速みたいな、そのなんかね、タイムロスがなんかもったいない。もうあれどうしたらいいんだろう。やばいですね、やつは凶悪ですね。あ、なくなった。これでやっと銃の陣に走れる。ここでロキまで、ロキ出されても、正直ロキ出されても大したことないんでね。それよかさっきのやつの方が何十倍も恐ろしいですから。おっ、あー、くっそー、早いって見つかんの。怖っ逃げれないっていうね。うわ、死にまくってんなこりゃ。おい、ナイス。ナイスナイスだけど、ちょっと、もうくっそー、キャンセル。あ、こっちか。まだね、あれ場所わかるんでね、回避しようと思ったら別にできるんですよ。あ、もったいない。くそ、なすすべがなかった。あー、もったいない、あともうちょっとだったのに。くそー、なすすべないですね。いや、強かった。てなわけで今回はこんな感じで、いやー強かったな。やっぱキルスト、あれ出されるとちょっとね、何もできないですね。いやー、てなわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。